どうも、おてこ TV の朝日と申します。本日もご視聴よろしくお願いいたします。おてこ TV では日々アクアリウムの動画を配信しておりまして、アクアリウムに興味のある方、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして本日こちらの水槽なんですけれども、ちょっと今怖がって、後ろの方に行っちゃったんですけれども、12月ねの29日、昨年末に導入した、ロージーテトラでございます。1ヶ月経ったのでちょっとね、だいぶ慣れてきたというか、水槽にね、私には慣れてくんねんけどだいぶ慣れてきてくれたので、はい、ちょっとゆっくり見ていこうかなっていう形でございます。で、見てわかる通り背びれが特徴がありますよね。すごいせり出しているというか、ね、なんか本当にピーンとなって旗をね立ってるみたいな、形ですよね。でね、このね、やっぱ群れる時もあるんですけども、その仲間同士でちょっと争ってる時があるんですよ。なんかそこら辺がね、結構見てて楽しいんですけど、やっぱ近くに行くと餌の時間以外で近くにいるとちょっと隠れちゃう。なのであんまりね、今もカメラを動かさないでちょっと固定して撮らなきゃいけない感じなんですけど、やっぱちょっと後ろの方でね小競り合いしてますよね。それがまたねちょっと可愛いんですよ。ちょっと望遠で撮るか。ちょっと望遠の撮影でに切り替えました。ちょっとカメラもね動かせれないんで、この画像のままっていうか、ちょっとあんまり変わり映えしないような感じで写してるんですけれども、やっぱさっき言った通り、背びれがかっこいいですよね。で、個体差があって、背びれ真っ黒のやつと、白いワンポイントが入ってるやつと、白と赤が入ってるタイプがいます。で、牛耳ってるのが背びれが真っ黒のやつね。あいつが一番中央にいるやつね。あれが一番でかくてちょっと威張ってますね。威張ってますね。よく見るとちょっとちょっかいをみんなに出してる。やっぱ縄張りがあるのかな。縄張りはないわな、こんだけ群れてれば。だけどやっぱその中でも力をねこう、ほらね、ほら、なんだよみたいな、ほら見せつけているっていう感じですね。で、本気になってくると、その背びれをピーンと立てて2匹でね、で争うっていうのもたまに見られます。今やるかな、やるかな、やんないか。こういうのを、こういう、小競り合いってあんまりいいのか悪いのかよくわかんないけど、でこういうのを見てるのもちょっと楽しいですよね。魚のね、自然のままの姿が、垣間見えるみたいな感じですね。で、この子たちを入れた理由なんですけど、やっぱ私の水槽結構持ってるんだけど、生態が少ないんですよ。でも理由があって、1個の水槽にだいたい1種類か2種類ずつぐらい入れようっていうことだったんですよね。私のなんかその1個の生態をじっくり飼ってみたいっていうのがあったんだけど、ちょっとやっぱ寂しいんですよね。だからやっぱ動きがあった方が、動画的にもやっぱ面白いので、だからちょっとね、去年の末からなんですけども、ちょっとずつ生態増やしていこうっていう理由で、この子まずね、昨年の、年末にロージーテトラ入れたっていう経緯はあったんですけど、ちょっとだけ心配なのはこの子、泳ぎ方変でしょ。なんかね、病気っていうよりはなんか人間でいうと捻挫したみたい。なんかね、こっちの尻尾の方がなんか麻痺してるような感じなんですよね。年なのかな、年っていうわけじゃないか。1年半ぐらい、
購入してから1年半ぐらいなんで、もっと年はいってると思うんだけど、ちょっとあれなのかな、老化現象じゃないよな。ピグミーグラミーって寿命どれぐらいなんだろうな。うん、ちょっと心配ですけれども、餌はねしっかり食べてますんで、うん、ちょっとお疲れ気味なんだよな。うん、まあでもこればっかりはなんかその外傷があるわけじゃないんで、多分本当に筋が切れちゃったとか、なんかそういった類のような気がするんですよね。だからどうしようもないっていう感じではあるんですけど、長生きはしてほしいな。まあこの子たちの、まあ、この子か分かんないですけど、稚魚もね結構生まれて大きくなってきたので、元気に過ごしてほしいです。まあでもピグミーグラミーこうやってねしっかりなんかじっくり見ることできないんであれですけど、結構ね色も綺麗なんですよね。あと泣きますしね。泣く、なかなかね録音できないんですけど、ピグミーグラミーは泣きますね。コリドラスパンダは可愛いな。やっぱ泳ぎ方が可愛いですね。ちょろちょろしてます。ということで、どうでしたでしょうか。まあいろいろなね種類のお魚がいる水槽ってなんか楽しいですよね。本当ね、今後もちょっと少しずつですけどね、種類っていうのを増やして、飼育していこうかと思っておりますので、お楽しみにしていただければと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、今後も引き続きアクアリウムの動画、頑張っていきたいと思っておりますので、興味のある方はぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あと本日の動画良ければグッドボタン、悪ければバッドボタン、あとコメントどんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ということで、お送りしましたのは私朝日でございました。